おお。僕今 SD カードがいっぱいで、このアルバム削除しないと他のゲームをね、ダウンロードできない状態になってるんですけど、今日はこのアルバムを整理したいと思うんですけど、せっかくさ、撮ったからもったいないじゃんってことで、今日はみんなと一緒に見ていきたいと思います。もう1ヶ月前のとかあるからさ、全然覚えてないんですけど、結構切り出しもされてるな。ちょっと見ていきましょうか。じゃあ行きましょう。お、マニューバ使ってる。マニューバ、普通のマニューバだね。縄張りバトルでね、マニューバ使ってるとね、僕スプラ甲子園出たことあるんですけど、スプラ甲子園の練習してたのかな？あ、引っかかってる。で、ちょっとラグいね。ちょっとラグい。あ、相手止まっ、あ、これかー！これあったわ。相手ふざけてたんだよ。こうやってなんかふざけた相手がいたので、倒した動画です。今日はこういった、なんか前に撮ったさ、動画を、みんな見ていこう。次ですね。これフェスだな。結構前じゃね、これ。結構前だよね。下の倒すのか？あー、ラグい！ やばい、ラグいね。思い出したわ。ちょっとこのフェスの時ラグかったんだ。相手がすごいラグって、このダイナモ見てください、ダイナモ。ダイナモちゃん。これ何回も振るから連続で。ほらほら、瞬間移動もするし。これやばいね。次、箱具倉庫だ。あ、これ！そうそう、さっき言ったスプラ甲子園の練習してるとき。甲子園の練習してたときにさ、結構かっこいいのが取れて、保存したんだ。ちょっと無双中でしょ？残り45秒。いいね。これ懐かしいな。もうちょい我慢してもよかったんだけどね。どうしても倒したい衝動に駆られてしまって、倒しに行っちゃったんだよね。縄張り対抗戦ですね。はい、次。これはなんだ？ あれ、それか。かわいそうなやつか。バブルがさ、盾にならなかったやつだ。自分のこと守ってんだよ、これ、バブルで。でもこれ、貫通して倒すっていう。ダスフィアで2人倒してくる。 そんなこともあったな。気持ちいいな、これ。気持ちいいね。次。あ、ジャンプにボム投げて、おー、かっこいい。お、まだ倒した。あれ、普通にかっこいいね。 普通にナイスだね、これね。普通にキルして、かっこよくて自分で保存したのか。なるほど。おお、きれい。後ろに見つけて、倒した。これもキル集かな。めっちゃキルしてる。お、倒した。倒した。おい、つえ、つえ、俺こんなうまかったの？俺スプラトゥーンこんなうまかったのか？結構倒したぞ、今。ちょ、もう一回見ていい？みんな、ごめん、もう一回見ていい？ちょ、かっこよかった。もう一回見る。ここでジェットパック発動。これ倒せない。あ、奥の倒していく。最後の人を倒す。いいね。いいよ。スーパー着地かわして。おほほほほ！見た、みんな今。一回転してくるんで倒したよ。こんなんあったんだ。これはすげえわ。180度ドラッグショットじゃん。これ何度でも見てられる。見た、わかった。見た、わかった、これ。アフロがさ、インクなくなっててさ、俺観戦から見てるんだけどさ、倒せないっていう。今度サーモンランですね。味方に攻撃されてる。馴れ合いだ。馴れ合い動画だ。仲良しってやつだ。これは？おお、オリンピックの選手みたいだ。え、めっちゃ綺麗に倒してるよ。ちょうどじゃん、ちょうど。
おお、いいね。いいよ。お、下に敵いるの確認して。すごい。すごい、これ。これ自分でやったのにちょっとすごいわ。最後の一発でね。おお、すごい。これもちょっと振り向きだったね。振り向いた瞬間に北斎が歩いてきたっていう。すごい。さあ、じゃあね。あ、しかもスコープの方か。おお、かっこいい。これかっこいいな。これかっこいいで。ちょっと目酔うわ、これ。酔う酔う酔う。あ、鮭倒して。あれ、鮭倒したけど、金鮭がないやつだ。金鮭が出なかったんだよ、これ。これ鮭倒したのに、なぜか金鮭がなくなって、まあ、対岸にね、出てるんですけど、金鮭なくなっちゃったんで。あ、これアップデ前の炭酸ボムじゃない？うわ、強っ。強いね。あれ、なんか長くね、これ。あー、ザトマホコってあれか。僕はあの爆発して全員倒したみたいなやつか。こっから取れてるんだ。だから30秒で終わんじゃね。これ切り出ししてなかった。トリミングしてなかったんですね。いや、そっちかよ。そっちか。やられる方か。やる方はどうしたっけ。やられる方か。あ、かわいそう。ちょっと待って、スプラトゥーンじゃないし、スプラトゥーンじゃないし、これ思い出したわ。首めっちゃ長くなっちゃってさ、一人の子が、なんかバグか何かで、首がめちゃくちゃ伸びて、こういう状況になったっていう。これめっちゃ面白かった。あ、面白い。面白い。面白いこれ。これが一番好きかもしれない、俺。スプラトゥーン見てきたけど、これが一番好きかもしれないな。みんなもこんな感じで面白いシーンあるでしょ。なんか意外と見てみるの面白いかもしれませんね。はい、ということで、俺の過去の思い出の面白い動画でした。ご視聴ありがとうございました。